こんにちは、出版社 OL のゆいです。今日は26歳 OL、 人生で一番高いお買い物をしたので、その紹介をしたいと思います。早速お見せしたいんですけど、じゃがらん、ロエベです。3、4年前ぐらいからずっと欲しかったカバンを購入してきました。それがじゃん、ハンモックミニです。かわいい。ちょっと今日はこのカバンの紹介と、あとはなんで購入に至ったのかっていうところの経緯を記録用に残しておきたいなって思います。すごい人気のカバンなんで、気になってる方も多いのかなって思うんですけど、参考になれば嬉しいです。まずロエベのハンモックって3種類サイズがあるんですけど、私が買ったのが一番ちっちゃいミニっていうサイズになります。結構ね、この一番小さいやつと真ん中のサイズ感がかなり違います。私荷物がいつも少ない方なので、ミニでいいかなって思ったのと、体も小さめなので、ちょっとスモールだと大きな感じがして、ミニの方が似合ってるかなと思ったのでミニにしました。で、これが新色のサンドっていうカラーです。もともとスモールではこのサンドっていうルミの取り扱いがあったらしいんですけど、ミニで新しく出たっていうことでした。この絶妙なバイカラーがめちゃくちゃ可愛くないですか？で、私がちょうど店舗に伺った前日に出たお色味らしくって、でもこれは運命だと思って買いました。で、価格が25万4100円。25万円です。ちょっと大きさをお伝えしたいなって思うんですけど、結構ね、ちっちゃいです。でもね、割と入るんですよ。こんな感じでちょっと中身出していこうと思います。水、これはもう欠かせないですね。で、いつもは 500ml を持ちたい派なんですけど、ちょっとまあ入んないんで 310ml の水。財布、現金をほぼ使わないので、この薄い財布でやってます。全然大丈夫です。で、これね、中が黄色なんですよ。見えるかな、ボナベンチュラの財布です。で、ここにお札入れて、ここにカードを 1,2,3,4,5,5 個入れれるような感じになってます。で、まあティッシュ、適当なやつ、いただいたハンカチ、で、ポーチ、これ最近買ったんですけど、この薄さがなんかね、ちょっとかさばるものが結構苦手で、薄さに惹かれて購入しました。ロフトで買えます。 AirPods Pro、 これもボナベンチュラのケースをつけてます。でね、なんか刻印を入れれるんですよ、表参道店で。いいってゴールドで入れました。ちょっと前回 AirPods なくしたんで、絶対なくしたくなくて。で、あとリップ、これも20本ぐらい買ってる今まで。ニベアの保湿リップと、これは結構前の誕生日に友達にもらったシャネルのルージュコクフラッシュです。90番かなり話題になった色味なんですけど、まあめちゃくちゃ可愛いし、これはきっとね、買い直すと思います、自分で。こんな感じで、ちょっと今ちょっと入れてないんですけど、この内側のここと、ここにポケットがあって、いつもそこに鍵を入れてます。ここですね、結構便利です。で、ここにマークがついてて、裏側は何もないです。ここも何もない。いやー、めちゃくちゃ可愛い。で、ストラップが、よいしょ、ストラップがありまして、これは結構長さ調節ができるので、私みたいな低身長の方でも全然楽しめるかな。ちょっと今はまだ手持ちにしてますけど、これつけたらつけたでまた可愛い気がする。なんかこのサンドの色味がね、こことここで、このグレージュ茶色の色がちょっと違うのがおしゃれですよね。そしたら、買ってみたの感想が、まずですね、超可愛い。見た目が好みです。サイズ感もそうですし、このね、紐のデザインとか、あとは色がめちゃくちゃ気に入りました。いろいろカラーあるんですけど、ダントツに好きですね、私はこれが。で、あとは革の手触りがいいです。すごいね、この縫い目とかも綺麗なんですよね。高いだけある。あと思ったよりかなり軽いです。何グラムかちょっと書いときますけど、全然重くない。手で持っても疲れないです。革だからなんか重いのかなって思ってたんですけど、軽いです。
で思ったよりたくさん入ります。まあなんか iPad とかパソコンとかはさすがに入れれないんですけど、まあなんかそういう作業デーじゃない日とか通勤とかちょっと友達とご飯とかだったら全然 OK かなって思います。ここからが購入した経緯なんですけど、どっか置いとこうか、これよいしょこいつが主役なんでね。初めて私がこのバッグを知ったのが YouTuber の佐藤ゆりやさんのチャンネルで動画を見たのがきっかけで、でそれが4年ぐらい前ですかね。なんかデザイン可愛いしすごい使いやすそうやしと思って、まあ、いいなって思って、こういつかブランドバッグ買うんだったら候補の一つに出ようってずっと思ってました。ただなんか私自身結構こうケチというかなんかブランドものってそのブランドの価値がつくだけ で値段がえぐ跳ね上がるじゃないですか。それがなんかうまい商売やなみたいな感じで、どうなんだろうってちょっと疑問に思ってたのと、カバンってまあ全然3000円とかでもまあ機能的には問題ないから20万とか払うのってなんかバカバカしいなって思ってる面がまあなくはなくて、ただまあ長く使える革のカバンが欲しいなって思ってたのと、まあコーヒーってなんかねちょっとこう風化してきたらボロボロになるんで、それでまあ革のカバンは欲しいなって思ってたのと、あとはまあ自分も27になる年でまあいい年齢になってきたので、一つとっておきのカバンがあればいいなと思ってました。で、あとはなんか最近ちょっと4年目になって仕事疲れがちょっと出てきまして、それで今もちょっとね唇腫れたりして口内炎できてるんですけど、なんかなんで私って働いてるのかなって考えた時に、もちろんその社会とのつながりとかやりがいとか、あとはまあ生活、最低限の生活をするっていうのはまああるんですけど、それだけじゃなくてこうちょっと日々に楽しみという自分にとってのご褒美っていうのもある程度必要かなと思って今回購入に踏み切りました。でその前にもともと私中古で買おうかなって思ってたんですよ。まあこういうのって全然綺麗な状態で中古屋さんでも買えるんですね。実際新品ではないけどめちゃくちゃ綺麗な状態でだいたい20万円ぐらいで買えましてで5万円の差ってまあでかいじゃないですか。旅行とか行けるしけど、なんかそれを彼氏に話した時に案外差なくないみたいな話になって、まあ言われてみればそうかもって思い直して、まあただね中古でもこう気に入った色が見つかれば買っちゃおうって思ってて、ちょっと店舗巡ったりしてました。その色味の検討のために直営店っていうんですか、普通のお店に行った時に明らかにね新色が可愛いんですよ他にもなんか渋めのピンクとかグリーンとか出てるんですけど、それもまあ可愛くて、まあ店舗で正式に購入したら無料でケアもやってくれるっていうことと、あと行った表参道店の店員さんの接客が素晴らしすぎてその方にちょっと惚れたっていうのもあって、結果的には店舗で購入してよかったです。でさっきも言ったんですけど、私があの店舗に行った前の日にこのカラーが出たっていうことで、もうこれは運命かなと思って感動してました。ただなんか1週間前ぐらいに渋谷店でも同じ色を見まして、でその時はホームページにも掲載がなくて、なんか謎ですよね先に売り出されるとかあるのかな東京が。で店員さんにいくつか教えていただいたことがあるので、それをちょっと記録しておきます。でまず新色がかなり出てるみたいです。なんかねデザイナーさんの意向で今はこのベーシックのカラーっていうのを作らずに季節ごとに新色をたくさん用意してるんですって。でそれがこう友達がこのカバンを見ていいなって羨ましく思った時に、もう実際売ってませんよっていうのがポイントらしいですね。それこそ私みたいに中古で買おうって思ってる人も、まあ新色というか今店舗にあるものは中古屋さんにはないわけですからね、中古の価値とかあとは旧版の価値っていうのも落ちていくのがなんかずるいなって思いましたで私が選んだこの素材がソフトグレインカーフっていうので、ツルツルの革じゃなくてシワシワの革なんですよね。はい、こういう感じです。
で、なんかケアとかはあんまりやらなくても全然大丈夫っていうのと、傷がつきにくい、目立ちにくい素材らしくて、で、だいたい1年に1回お店に持って行って綺麗にしていただくっていうぐらいで大丈夫っていうことでした。なんかあんまりそういうケアとか得意じゃないんで、それはありがたいし、見た目的にも私ツルツル側よりシワシワ側の方が好きなので、これ好みです。伝われで、あと2回ぐらい値上げするっていうのを伺いました。5月の中旬かなに1回値上げされてるんですけど、今年だけであと2回ぐらい値上げするらしいです。で、この子がね、その対象になるかどうかは知らないんですけど、まあどこのブランドも値上げされてますもんね。で、これ使う時の注意点なんですけど、お店の手指消毒あるじゃないですか、あれをかからないように注意してくださいって言われました。なんか白くなっちゃうみたいです、皮が。で、これは渋谷店の、店員さんに教えていただいたんですけど、人気のカラーってすぐに売り切れるらしいです、次の日とかに。うん、これも知らなかったです。なんかね、ちゃんと在庫はあるもんだと思ってて、まあ復活するのかもしれないですけど、それこそなんか北海道から東京のお店に買いに来るみたいな人もいらっしゃるみたいです。で、店舗での取り扱いっていうのも週によって全然違うくて、これなんか今何色あるんですかって聞いたんですけど、こう毎週なんか入ってくるものが違うので、なんか一概には言えないみたいな感じで濁されましたはい、そんな感じでロエベハンモックミニ、正直私の年代年収で25万26万のお買い物って、まあ高いなっていうのが本音なんですね。ただまあ今の4年目26歳のタイミングで頑張ってこれまで働いてきたお金でこの素敵なカバンを買えたっていうのは、こう働く上での自分のモチベーションにもつながるのかなと思ってます。はい。で、こう買ったすぐはちょっともったいなくて、こうご飯屋さんとか行って汚しちゃったら嫌だなと思って使いづらかったんですけど、もうね、せっかく買っちゃったで、こうたくさん持ち運んで愛用したいと思います。長く使いたいと思います。うーん、かわいい。ちょっとまたネクストバッグ買うときには他のブランドも検討したいなって思います。この動画が何か皆さんの参考になれば嬉しいです。何かこう気になることとかあったらぜひコメントしてください。動画制作のね、糧になるんではい、よろしくお願いします。じゃあ今日実は有休なんですけど、ちょっと今日で気持ちをリセットして疲れも取れたので、明日からまた仕事頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。あ、ちなみにこれ持つときに手持ちだったら、これまあどの動画でも言われてるんですけど、ここに手が入らないです。細いんですよね、ここは。だからもうなんか3本とかでこうやって持つことが多いです。なんか日傘さすじゃないですか。で、それをね、こう電車乗る前に閉じるじゃないですか。それって意外と両手必要で、なんかその時にこのカバンどうしようかなとか言ってここに抱えてこう閉じたりしてます。まあそれもストラップつければ解消されると思うし、まあ可愛いんで何でも OK です